ダルビッシュさんが発信していた新球種を試したところ、全く芯に当たらない謎の球が爆誕しました。どうもテドルです。今日は何ですか？メジャーで、ね、活躍されている、はい、まあ、ダルビッシュさんが最近投げてた浮き上がるフォーシームシュートみたいな投げますそんな簡単に投げれんの？ダルビッシュさん曰く、普通のストレートフォーシームはこう投げていく、こう投げる、ラリアットをイメージしてストレートを投げると、フォーシームシュートすごいボールになる ということで、今回はそれを投げていこう、本当に投げれるのか怖っていう検証でございます。こういう新球種、新しい技、武器を全国のピッチャーで届けてみんなの武器を増やしたい。じゃあまずは普通のストレート。おお。おお。フォーシームシュート、フォーシームシュート、ダルビッシュさんのやつ。はい、多分これ体が開き癖のある人は、あんまりやんない方がいいかもしれないですけど、ちょっと負担かかりそうなんで、ちゃんと体の開きを抑えて、まあ意識だけこうする。おーおお、なんか変、なんか今のはキモかったかも。キモかった、うん、通信に見える。ストレートって基本的に手の内側が、まあ、こっち向いて手の内側で、こう弾くじゃない。ダルビッシュさんのやつってこう行ってこう弾くらしい。ああ。ポサあったよ今、うん、シュートはしてる。タムさんちょっと出す出します、立ってみる。腕振って。どうすか。いや、ツーシームだよね。そうだね。そうなんだよね。ああ。ああ、ツーシーム。ツーシームだ。ここで押さえておきたいのが、軌道はツーシームに近いですが、シームはフォーシームになってると思います。リリースの仕方を変えてるだけで、握りは一切変えておりません。はいはい。でもツーシームとは違う動きはしてる。竹野がいつも投げてるちょっと落ちるツーシームとは違う。お、あ、今のちょっと新しい。今の俺これ。ここでこの軌道見覚えがあるなぁと思ったら、5年前の特産 TV で配信していたこの兄貴のツーシームの動画でした。懐かしの A 級でしたが、 A 級時代のツーシームはこんな感じで、あまり落差がなくストレートに近い軌道でシュートするという軌道でした。しかし M 級に変わってからツーシームが曲がらない事件というのが発生しまして、我々ピッチャー陣は曲がりを強めるために少し挟むようにしました。兄貴もやってましたね。この M 級のツーシームは曲がりは出たんですが、逆に曲がりすぎとかチェンジアップのようになることが発生してます。そんな状況の中、このラリアットストレートで鋭いツーシームっぽい軌道が生まれたんです。目から鱗、心からブラボー。ここで高見さんと実戦打撃をすることに。実戦の中で球の軌道を確認していきます。今のシーンと違う違う、今が多分普通にフォーシームこう来たら多分普通に打ったけど、打つ前ぐらいにはこれそれだって。コースと逆で軟式は左バッターの方がいいかもね。右は詰まっても飛んじゃうから。今のは普通に通信。今まっすぐ。あ、シーフ。通信あのスピード感で、あの速さで曲がるっていうのがね、
あんまないから、はいはいはい、バッターもまっすぐだと思う。タケトラの今のツーシームがすごいまっすぐに近くないから、そこら辺のコンビネーションとしてはいいかも。まっすぐにすごい近いから、この動きとこの動きで開いた時の負荷がちょっと違うんで、そこだけ開かないようにというか。どっちがいいの、どっちがいいの。こっちの方が普通のまっすぐフォーシームの方が楽なんで、これをこうするとちょっとここに張りが出てくるんですよ。なるほどね。負担は僕的には大きいなって感じたんで、まあいいフォームができてる方は試して、でまだフォームが開き気味とかの人は一旦フォームを見直してから試してみるのもいいかなと思います。ダルビッシュさん、間違ってたらツイッターで訂正お願いします。よろしくお願いします。我々野球人を支えてくれる野球ショップを応援したいというわけで、コロナに負けるなをテーマにした T シャツを作りました。ちょっとでも野球ショップに行くきっかけになればと思います。まだまだ大変な世の中ですが、野球人は負けないんだ、そんな思いで日々頑張っていきたいと思います。詳細は動画概要欄にありますので、よければご覧ください。